こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは、明星食品セブンイレブン限定、明星地域の名店、朱麺亭純、燕三条系醤油ラーメンになります。実は純粋な燕三条系のラーメンっていうのは、このチャンネル初めてです。お店が長岡生姜醤油ラーメンと独自にアレンジしたメニューを再現というカップをいただいたことあるんですけども、燕三条背脂ラーメンだけっていうのは、今回初めてですので、楽しみにしている。はい、ということで、よろしくお願いいたします。今回もいただきます。燕三条背脂ラーメン、ありがたく頂戴します。明星食品セブンイレブン限定、明星地域の名店、朱麺亭純、燕三条系醤油ラーメンでございます。はい、それではまずは一口。お醤油と豚脂系の匂いですかね。背脂に期待感高まっちゃいますね。どうなんだろう、本物の燕三条背脂ラーメン、僕現地でいただいたことがないんで、その迫力というのはね、まだわからないですけども、誕生の経緯なんかを見てますと、極太麺であることにちゃんと理屈があって、それがどのくらい極太なのかっていうのが楽しみではあったんですけれども、カップの中では比較的頑張ってる方ですけど、まだカップの中でも頑張れるんじゃないのくらいの太さではありますね。背脂っぽい感じがしますね、ちゃんとね。うん、美味しい美味しい。口の中にちょろんと入ってきて、それをお口の中でコロコロ転がして楽しむ。スープはそんなに鋭角的じゃないような気がするんですが、この後最後まで食べて脂っぽいかどうかちょっとまだわかんないですね。はい、ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは地域の名店、新潟燕、地元で愛される味わい。これ地域の名店のキーワードですね。はい、次、煮干しの旨味が効いたコクのあるスープ。煮干しだと、ちょっと確認します。はい。次、しっかりとしたコシのある麺。なるほど。確かにコシは感じました。そのあたりもきっちりお話しできればと思います。はい。どういうこと？おしゃべりしながらいただきます。ちょっとしっかり噛んでみますね。すごい。麺が全然いなくならない。溶けないです。ほぐれもしない、溶けもしない。すごいずーっと口の中にいる。しかもなんか味が感じるんですけど、これがスープからついてるものか、麺から出てるものかがちょっとわからないですね。麺から出てるんだったら卵系かな。原材料、麺、小麦粉括弧国内製造、植物油脂、食塩、でんぷん、香味調味料、大豆食物繊維、酵母エキス、ソース。はぁ。これソースの味なのかな。この原材料の中で麺の中にソースが入ってるっていうのは、確かこの新生地域の名店の一作目の角屋食堂さんの商品でも確か麺にソースが入ってたと思います。ソースって言って記憶にあるんですよね。噛んでも噛んでも口の中に麺がいる。小麦の味っていうよりもいろんな味がしてて、これソースなのかもしれないし、一緒に絡めて口の中に入ったスープの味かもしれないんですけど、いろんな味がしてなかなか興味深い味がします。はい、ではスープを。煮干し
確認します。うん、魚介っぽいのは確かにこの口のお魚独特の味をするんですけど、それが煮干しかどうかはちょっとわからない、はい、もちろんお醤油の感じはしますし、魚介も割としっかり感じますし、背脂も一緒に入ってくるんで感じますね。スープ、醤油、炭脂、背脂加工品、食塩、糖類、ポークエキス、煮干しエキス、タンパク化水分解物、香味調味料、チキンエキス、油脂加工品、香辛料、カッコジンジャー、ガーリック、ペッパー、煮干し粉末、植物油脂。なるほど。結構入ってますね、煮干し系がね。このお魚は煮干しかもしれませんね。確かに。ちょっと麺が下手るのは早いかもしれない。低下水かもしれないですね。はい。ということで、この商品の概要についていつもの通り動画の説明欄に書いておきますけれども、そこから気になる点をトークで補足します。まずこの個体製造は明星食品さん、明星さんといえばもうおなじみですね、東日本明星埼玉工場でございます。ブランドはセブン&アイグループさんです。明星さんの地域の名店というシリーズはセブン&アイグループさんの販路限定シリーズですね。発売日は2024年1月の16日、価格は278円。妥当性は食べ終わってから考えます。はい、コラボは、主面亭淳さん。こちら、後ほどちょこっとだけお話しします。ほんとちょこっとだけですけど。ご当地は、新潟県燕市、三条市といったところで親しまれている、燕三条背脂ラーメン。言い方はいろいろあるんですけれども、うちのチャンネルではこの名前で当面管理しようかなというふうに思います。麺種別はノンフライ麺。内容量は 114g、麺 75g。エネルギーは408キロカロリー。三大栄養素及び食塩相当量を確認してみますと、食塩相当量が高いですね。塩分気にされている方、ここはちょっとなんか考えるなり、割り切るなりしていただければと。はい。ということで、この商品の概要でございました。はい。お見せできそうな具材は、チャーシューですね。食感はまあまあですけど、味が豚の味だともっと強い方がいいんじゃないかなっていう気がしないでもないですね。あとは、玉ねぎが入ってるっていうことなんですけど、おそらくは細かい。これはちょっとお見せできるような形で、ポイッとこう、できないかなと。うん。結構早めに麺がへたっちゃいますね。美味しく食べるんだったら早めに食べた方がいいかもしれないです。この動画では、燕三条背脂ラーメンについてのトークは予定してなかったんですけど、一応極太麺になった理由っていうのは、もともとこのラーメンが成長する過程で、出前中心に親しまれたので、出前の間に麺が伸びないようにっていうことで極太になってったっていう経緯があって、割とその極太どこまで太いのかなみたいなのちょっと楽しみにしてたんですけど、ああ、ここがここまでかっていう感じでした。はい。はい、それではここで、この主麺亭淳さんのお話、ちょこっとだけさせていただきます。以前他の方から教えていただいたことなんですけれども、現在のセブンさんと明星さんの地域の名店というのは、かつてあったものが一旦休止して、その後また復活したっていうシリーズで、休止する前にも数々のお店とコラボをして商品を出していたと。その時の一番最初の第1弾、地域の名店第1弾。こちらの商品が、この主麺亭淳さんとのコラボ商品だったということで、復活後のシリーズは第3弾とはいえ、主麺亭淳さんとのコラボ商品が戻ってきたというのは、胸熱展開なんじゃないのっていう感じですね。で、お店のお品書きなんかを調べてたんですけれども、なかなか面白いシステムみたいで、メニューに掲載されている料理の数ってのはすごい多いんですけども、その中でも核になる3つのラーメンがあって、そこに4種類の無料トッピングを追加することができるみたいです。4つ全部乗せとかもできるみたいですね。それ以外にも各種の麺料理、10個以上あったかな？それに合わせるトッピング、飯物、一品料理、ドリンク、アルコールと。メニューパッと見、チェーンのファミリーレストランぐらいの品数があるっぽくて、客の立場としてはいろんな用途でこのお店でお食事できそうですね。最後に、主麺亭淳さんが運営する、ラーメンどころ淳さんというところで、公式通販サイトを運営されてまして、こちらに創業された方、今の代表の方、こちらの方の一麺入魂という、半生の回顧録とも言えるコンテンツがあるんですけれども、こちらが感動なしでは読めないです。はい。数々の挫折と土壇場の経験が、今の形を作ってるんだなぁと。そして、それに感謝をされているお姿。思わず目頭が熱くなりますね。これ読んでると。はい。個人的に新潟は少しご縁がある土地なんですけれども、燕市とか三条市っていうのはこれまでちょっとご縁がなくてですね、関越新幹線で通過しちゃうぐらいしかご縁がなかったので、もしね、機会があったらお店にご訪問したいなというふうに思っております。ということで、主麺亭淳さんのちょっとだけのお話でございました。
スープを飲んでると玉ねぎの歯触りがいい。火薬で玉ねぎって書いてありましたけど、玉ねぎの歯触りといえば皆さんよくご存知なのが、おそらくですけど、カップヌードルカレーですよ。シャリ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 するね、あの歯ごたえ。あれさ、あれさ、あれさ。あれがここにある。思った以上に麺がすぐへたってなっちゃうところはちょっと意外でしたね。これちょっと本当に早めに勝負かけないと美味しいうちに食べ終われないかもしれないです。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。うん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。278円か。ちょっとこのお値段だと僕は厳しいかなというふうに個人的にはですね思いました。はい。ということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回は明星食品セブンイレブン限定、明星地域の名店朱麺亭純燕三条系醤油ラーメンいただきました。いただいた後でちょっとお時間が経ちまして、印象に残っているものというのは2つあって、1つはオイリーさですね。背脂なんだと思うんですけれども、こう豚のオイリーさがこう口の内側漫然と残ってますね。それからもう1つが煮干しってありましたけれども、その魚介のこの舌の上でビヨーンとこう膜張ってるみたいな魚の旨味ですね。この2つが残っているんですけれども、それ以外になんか響いたものがあるかっていうと、残念ながらちょっと麺もちょっと思ったほどじゃなかった。明星さんということで期待値高く入っちゃったんですけど、そんなこともなかったし、ちょっとねお値段からするともう一つ二つ上のものをちょっと求めてたんですけれども、そこまでは届かなかったイメージですね。これがお値段的に220円とかだったら大絶賛なんですけど、270円台だとちょっと僕の中でもやっとしたものが残っちゃう感じです。はい、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。